皆さんこんにちは。本日ご紹介するのは女優の多部未華子さん。1989年生まれ、東京都出身。デビュー以降さまざまな人気ドラマや映画に出演し、演技派女優として大人気の多部未華子さん。デビューしたての頃は賛否両論の評価が多かったようですが、今や誰もが知る一流女優へと成長しました。そんな彼女の女優としての大きな武器は抜群の演技力と、その可愛らしくも美しいルックスでしょう。奥舞台で一見地味な顔立ちに見えて、よく見るとアート感が強いおしゃれな顔立ちをしており、見れば見るほど視聴者を虜にしてしまいます。一方で時に困った子犬のような目をすることもあり、そこがまたファンは庇護欲をかきたてられてしまうようです。その美しさは年々増してきており、若い頃より現在の方が好みという意見も多いようですね。その時その時に見せる表情や雰囲気を自由自在に操り、時には濡れ場シーンをも演じきる彼女はまさにプロ。濡れ場と言われて反応した変態紳士さんたちは、2015年に公開された映画ピースオブケークをぜひご覧になってください。水着姿などのグラビアがほとんど出回っていないこともあり、この映画での彼女のあられもない姿はより背徳感を感じて視聴していただけるかと思います。彼女の美しい裸体でギンギンになってしまって、素晴らしい演技を見るのを忘れないようにしてくださいね。結婚してお子さんも生まれた現在は徐々に現場復帰を果たしているので、これからも元気いっぱいの彼女の姿が見れそうですね。以上、見れば見るほど味が出るクール系美女多部未華子さんのご紹介でした。まだまだ今後の彼女の活躍からも目が離せませんよ。ご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルではアイドル、グラビアアイドルをその魅力とともに紹介していきます。よかったという方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。